ょっとすいません、さっきまで寝てたんでめちゃくちゃ寝てるんですけど、脳みそが。こんにちは。どんぐらい寝てたんやろな。今3時半でしょ。うーん、10時間は余裕で1時間半ぐらい寝てたかな。こんにちは。そう、レッスン上で今日さ、リハがめっちゃ早くからで全然寝れてなくてバタンキューしてました。眠い。まだ次の仕事までめっちゃ時間あって、でも今日終わるのめっちゃ遅いからさ、夜多分もう電池切れてるやろなと思って配信できなそうだ。普通に家着くのが多分11時過ぎとかになるから、そっからショールームしたら都心じゃなと思って、ちょっと空き時間に急遽ですがショールームしようかなって感じで、いつもねこうやって突然にショールーム始めるとみんながもうちょっと早く行ってほしかったって言ってくれちゃうので非常に申し訳ない気持ちを非常に持ちながら今始めております。申し訳ないなとは思ってるんですよ。でもまあちょっとここしかやるタイミングがないということで、許してっていう、そういうことですよね。メイクしようかな。ということで、まあ時間もあるということでメイクしてきて、ちょっと待って、エアコンつけるとめちゃくちゃこの部屋暑いじゃん。いらないねエアコン。はあ、こんにちは。お腹すいたな。さっきお昼ご飯食べたんだけど、我慢我慢。こんにちは。昨日3時くらいまで練習してて、夜中ので、今日6時半に起きてるんですよ。まあ眠いよねそりゃ。こんにちは。そら眠いよね。レッスン場のカラオケ部屋は、こっちは豪華になってない部屋です。カラオケ部屋2つあるんですけど、こっちが狭い部屋で、もう1個が広い部屋があるんですけど、広い方は豪華になったらしい。さやはまだ現物を見てません。しかも今日なんか誰か使ってたんで無理でした。またいつか使いたいと思います。寝れてない、そう寝れてないの。でも今日いっぱい寝れるからいいんだ。明日休みだからさ、いっぱい寝て家で練習して愛媛に行こうかなって思ってるよ。ね、やばい。でも今日のリハめちゃやばかった。全然あかんかったわ。ちょっと練習します。今日も本当はこんな時間に寝てる場合ではないぐらい練習したかったんだけど、さすがに寝てなさすぎて無理やって、これ寝ないで練習しても頭に入んないぞと思って一旦休息しました。でその目を覚ましてる間にショールームをして、ショールームでさ鬼のように喋るからさめっちゃ目覚めんのよ。だからショールームで目を覚まして自主練ちょこっとして次の仕事に向かおうかなと思っとるわけでござんす。やっぱご飯食べたら急激に眠くなったね。やっぱ朝とかはさもう逆にハイになってるからさ、
全然逆に元気だったけど、ご飯食べると血糖値の上昇うんちゃらでマジって眠かった。爆の睡だったね。なんかカレンちゃんとミッサーがさっきまでレッスン場にいて、レッスン場から劇場に向かってたんだけど、マジいついなくなったか全然わかんない、寝すぎて。なんかカレンちゃんたちがいる間は練習頑張るぞって思ってたけど、先にエンジン切れた。無理やったん。こんにちは。全然無理やったな。こんにちは。さあ、お腹空いた。今日はほうとうを食べました。コンビニのほうとう。こんにちは。昼ご飯の時間ずらすと眠気感じなくなる。え、それな、あのすごいいいタイミングの食事ってあるよね。こんにちは。わー眠いよー。でもさ、今メイクしちゃうけどマジでメイクする意味ないんだよな。なぜならメイク時間いっぱいあるから。まあ肌だけでもね綺麗にしてったらきっと違うからね。やっほー、こんにちは。あー眠い。目つぶるとダメだわ。ねむねむこさんですね。なんか久しぶりかも、こうやってすっごい眠いの。なんかここ最近7時間半とか8時間寝れてたんですよ、ずっと。そうだから、すごいその睡眠時間的にはめちゃくちゃ良くて、あんまこう昼間にすっごい眠気みたいななかったけど、やっぱ一日寝れないだけでそのバランスは崩れますね、非常に。こんにちは。春は眠い季節、まあ、確かに春眠暁を覚えずって言うもんね。それはしょうがないか、自分は毎日眠い。でも私も毎日眠い時期がありました。最近ちょっと調子いいだけで、別に普段はめちゃくちゃ眠たいのよ。たまたま数日間調子よかっただけなんだけど。春はし明けぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて。春は明けぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて。あ、待って、ここまでしか覚えてないわ。夏は夜。うわー、これ国語の授業に暗記したな。暗記しなさいって言って頑張って暗記したの覚えてる。もう覚えてないけど。ああ、紫立ちたる雲の細くたなびきたる夏。これマジなんで暗記したんだろうね。暗記って意味なくない？これのなんかその意味を日本現代語訳するとかならわかるけど、暗記ってマジで何のためにしたのか全然覚えてないけど、なんか
懐かしいね。教養、いやそのわかんないけどさ、ね、暗記ってさ、マジそのどこの知識にこうアプローチしてるのかが全くわからん。紙取ったらいかんの？違う違う、今紙明けでね、その何睡眠明けだから余計眠たいのよ。睡眠1時間半の仮眠を取った後の今なのよ私。実はね、そうなんです。こんにちは。やっぱ寝起きって眠たいよね。全然眉毛左右対称じゃないけど、どうせ前髪で見えないんでいいです。よし、あとは現場行ってからメイクしようと。やばい、お腹空いちゃった。そんなわけないのに。だっておにぎり1個とほうとう食べてるんだよ。お腹すくわけないのに今お腹すいちゃってる。あ、プロテインも食べたわ。プロテインヨーグルトオイコス。寝て体力奪われたのかな、寝ることによって。よいしょ、こんにちは。こんにちは。よいしょ。ベースだけメイクしたらもういいや。むしろ現場に行ってから時間余りすぎちゃうから、メイクここまでにしよう。肌綺麗な人になった。肌だけメイクしたから。髪ボサボサだよん。エクステがボサボサだよん。最後にチームエイトエアのグッズってなんか発売されないかな。でありそうじゃない、ラストコン用のグッズみたいな。わかんないけど、なんか私が今内情を知ってるから匂わせるとかじゃなくて、本当に何も知らない一ファンの人と同じ気持ちで今言ってるけど、なんかありそうじゃない。チームメイトって結構いろんなグッズ出てるじゃないですか。ありそうじゃない、どうなんだろうね。ありそうじゃないっていうか、まあ、あったらいいなの願望だね。もはやもはやそっちだね。うわ、今何食べたいかな。めっちゃお腹空いてる。なんかすっごい甘いもの食べたい気持ち今。なんだろう、でシュークリームとかそういう系じゃないな。なんだろうな、あんみつとか食べたいかも。わめちゃくちゃ和だったわ最後。今思いついて食べたいもの。こんにちは。でも買いに行くのもめんどくさいから、どうせ何も食べないんだろうな。私にはわかる、自分のことが。
買いに行く手間さえめんどくさくて何にも食べないってことが分かるね、非常に。まあここにプロテインがあるので最悪飲みます。さっき草餅食べました。いいね、やっぱ和のさお菓子っていいよね。なんかここカサカサしてる。なんだろう、なんかカサカサしてる。こんにちは。マクドのダブチチキンクリスプ食べた。うわーめっちゃヘビーなの食べてる。いいなー、マック食べ、あマックのポテトすごい S の半分くらい食べたいかも今。めちゃくちゃ少ないやん。こんにちは。桜フレフラペチーノもちょっと和の感じした。あ、桜フラペチーノね。なんだっけ、桜フラペチーノともう一個なんかあったかい方出てるじゃん。なんかそれなんかあんまりみたいなあのツイート見ちゃったこの前。キャロンさん黄色トリギフトありがとうございます。この今回のさキャンペーンってさ各キャラで何ポイント貯めないといけないみたいなことなの？トータルじゃないの？みんながせっかく投げてくれたギフト、なんでもったいないの？何もらえるんだろう。こんにちは。赤服、うわ赤服うまそう。てか本当は今そのパンが食べたい、そんなあんみつとかじゃなくて。でも今さはパンを禁止にしてるからさ食べれないんだよな。おかしいよね、なんでパン禁止にしちゃったんだろう。つらい、本当に毎日つらいなと思ってる。投げてほしいキャラ決めてくればそれに集中するよ。そのそれぞれ何がもらえるんだろうね何ポイント必要なんだろう今回。また20とかなのかな。いやでかいんだよな数字が。ちょっとみんなにお願いしづらいポイントだよね。 30? それは無理や。 N こんにちは。30万でギフトを獲得したキャラクターとの記念アバター。うわー、アバターのために30万をみんなにお願いするのはちょっといささか申し訳ないな。50万でギフトを獲得したキャラクターのギフト積みます。いやでかすぎる数字が。50万なんて何にもない時にお願いするポイント数じゃないよ。涙涙。じゃああのちょっとあのあれですね、数字を目指すのはちょっと遠すぎるので、あのみんながうわ今さやりんにギフト投げたいと思った時に投げてくれたら全然大丈夫ですみんなにそんな時があるか分かんないけど、うわ今のさやりんめっちゃ可愛いギフト投げたいとか、今めっちゃ気分いいからギフト投げたいみたいな時に投げてもらえたら本当に全然大丈夫なんで、あのポイントを目指すのはやめておきたいと思います。さすがに、さすがにね。こんにちは。なんて言うんだろう、チャオさんかな。ギフトありがとうございます。ありがとうんとん。こんにちは。
まあ迷ったらリラックマのギフト投げてください。やっぱリラックマが一番可愛いよ。主役イズベストよ。あー、くしゃみ出そう。はい、チャオさんはすごい、クリラックマと黄色い鳥のギフトもありがとう、ありがとうございます。いやー、愛媛のパッキングしなきゃな、明日。明日の予定立てよ。さて、寝起きでさ、声終わってるんだけど、みんなあんま気にしないでね。寝起きはね、さ、鼻炎なのでね。鼻炎っていうか、寝起きに鼻詰まりやすくて声終わるんですけど、みんな気にしないでね。ちょっと経ったら治ってると思います。明日はまず、まあ、ちょっと長めに寝て、体力を養い、まあね、どうせ愛媛ねめっちゃ疲れて眠くなるやろうから、いっぱい寝ておいて、寝だめして、で荷物をパッキングして、試験さんこんにちは、荷物をパッキングして、あー、くしゃみ出る。で、前徹の自主練して、朝やることないのか、動画編集ちょっとしたいんだよな。時間あるかな、そんなに。だから前日のさ、自主練をどこでやるかだよね。家の中ってさ、やっぱさ、その 30% ぐらいでしか踊れないじゃん、広さといい。まあ下の階にも人が住んでるので、あんまジャンプとかしたらドタドタドタってなっちゃうから、とか公園とか行って踊ったらいいんかな、ね、公園で踊るの恥ずかしくない？どこで練習するか問題、非常に悩んどります。非常に悩んでる。どうしよっかな。やっぱロングサイリン可愛い。ザイもそう思う。アタックスもそう思います。嬉しい、みんなが褒めてくれて嬉しいよ。あー、すごい、今鼻かみたいけどこの部屋ティッシュないんだけど。でも今日振り入れしたんだけどさ、久しぶりに振り入れっていうあの工程を体感したんだけど、なんか前日ほぼ地起こしだったの。もう映像見て自分で全部覚えたのね。で、1曲だけちょっとまあ難しいからってことで振り入れしてもろたんだけど、そう、だから今日、今日通しリハだったんだけど、通しの前に振り入れするっていう、結構すごいスケジュールだったんですけど、全然覚えられなかった。なんか、あ、振り入れってこんなに難しかったっけと思って。まあちょっと朝はめっちゃ早くて、ちょっとまだ脳みそが起きていないっていうこともあったんですけど、悔しい、やばい、通しリハ全然その振り入れしてもらった曲踊れなくて、ずっと間違えてて、それをこのあと2日で体に叩き込まにはならん。もういっぱい練習しよう。いっぱい練習します。
待って、ショールームしてると時間経つの早すぎるな。今4時でしょ。ショールーム終わったら次の現場行くまでの空き時間めっちゃ練習して頑張ろうと。え、マジで悔しい。なんでこんなできないんだろうね。本当に悔しい。前鉄今回ね、初めてやる曲ね結構あるんですよ。なので皆さん楽しいと思います。うわサイリンがやってんの初めて見たって曲あると思うんで、楽しみに。まあ楽しみやけど、自分が踊れなさすぎて今日へこんだ。なんか、あ、こんなに練習してもこんなに踊れないんだ、絶望みたいな、悲しくなっちゃった。こんなできないの自分みたいな。本番までに頑張ります。せっかくエクステもつけて爪も可愛くして、見た目は気合入ってるんで中身も追いついていきたいと思います。ケロンさんギフトありがとう。うわ頑張んないと。もう足が棒になっちゃってて今日動く気にはならないんだけど、そこをなんとか奮い立たせて頑張る。あ、すごい、ちょっと顔はめ間に合った。チャオさん猫ちゃんギフトありがとう。待って、今この鼻ムズムズするの絶対さ寝起きの鼻炎じゃない？この部屋のハウスダストな気がする。この部屋に来た瞬間鼻詰まりだしたから絶対ハウスダストなんだけど、ちょっと待ってくれよ。全然掃除しないんだろうなこの部屋。終わってる。ジュルも終わったら鼻噛みます。夜配信が多分できないので今この時間にやってます。今日仕事終わりめっちゃ遅くて家帰るの11時過ぎるんで、ちょっと厳しいかなっていう判断。こんにちは。爪長い。すごくない？めっちゃ爪長ない？こっちから見てこんな見えんのやばくない？えぐい。うわーマジで頑張んないと。いやでもまだ時間あるからね、頑張る。明日もあるし、明後日も移動しながら映像見れるし。めちゃくちゃ頑張ります。むむ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 む、奮い立たせからいと自分を。でマジで今日ボロボロだったな。悔しいよ本当に。頑張ります。まあ今チョコボール食べたい。悩んでた土曜日行くことにしました。あ、いいですね。来てください。途中からでも絶対楽しいからね。
こんにちは。変な遊び始めちゃったよ。こんにちは。そう、ステージ上では探してください。私をその指の動きは何、なんか手持ち無沙汰で遊び始めちゃった。今爪長いからさ、爪の分まで指っぽくて指長く見えてすごいいい感じ。今日はユニバで買ったリングしてます。ファイヤーフラワーです。かわいい。かわいくない？ファイヤーフラワー、ネイルもいい感じ。いつの間にか髪の毛伸びた。そう、エクステで強制的にお金をかけて伸ばしちゃいました。もう早くロングになりたくてね。テレビゲーム得意そう。あんまゲーム上手じゃないのよ。好きなんだけど、なんかその実力が伴わんみたいな感じっすね。めっちゃ可愛い。ほんとほぼすっぴんなんだけど、今配信画面で映ってる範囲はマジすっぴんだね。肌はちょっとさ、メイクしてるけど、配信越しだとすっぴんでもメイクしててもあんま変わんないんで、マジで全然何も、目とかマジ何もしてない。でもさっき寝たからなんか目ちょっとパッチリ開きました。朝なんか終わってたんだけど。あとね、今鼻声がね悪化しまくっとる。鼻声悪化してる。そう、長いとヘアアレンジやっぱ楽しいよ。幅が広がる。まあそんな感じでね、ちょっとぼちぼち終わりにしましょうかね。さやかちゃん練習てか、ちょっと鼻かみたくなってきた。鼻かみたいからショルも終わりたい。今すごいめちゃくちゃ鼻かみたい。鼻終わってるから、ちょっと鼻かみたくて終わりたいと思います。あー鼻やばいわ。じゃあちょっとランキングで終わりにします。13位、ヒポポタムスさん、ありがとうございます。12位マスルデスさん、ありがとうございます。11位ドクタケさん、ありがとうございます。10位トモチさん、ありがとうございます。9位アキュミさん、ありがとうございます。8位ピョノマンさん、ありがとうございます。7位オロロさん、ありがとうございます。6位ワサッピさん、ありがとうございます。5位ヤスさん、ありがとうございます。4位モスコミュールさん、ありがとうございます。3位キンケンさん、ありがとうございます。2位ケロンさん、ありがとうございます。1位チャオさん、ありがとうございます。急遽の配信でしたが、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。配信は多分もう今日できないので明日やると思います。みんな明日も見に来てね。またね、バイバーイ。